今日はトレノの後編ですってことで気になるね。マジでこの車本当に面白いからね、ちょっとオーナーさんが暗いけどもっと語ってほしいな。はい、ってことで見ていきましょう。じゃ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 、見て見てこの野郎、すごい形してない？これ純正ってこのぐらいじゃない？結構薄いバンパーだよね。薄っぺらいですね。出っ歯結構出っ歯これ擦らない？もう擦ってる。擦ってる、割れない？今んとこ割れないです。結構丈夫。丈夫です。すごいね。ね、これさ、本当に光んないの？ここ光んない。本当にもうこういうガーニッシュだけなの。なんか光りそうな感じだよね、これ。これはウインカー？ウインカーです。ネジないよ。あらま。まあ。軽量か。てかさ、ネジで取れるの笑えるよね。昔の時はそうだよね。余裕でネジなんです。すごいじゃん。こっちもネジ？そっちもネジ。お、ネジやん。ネジついてる、ほら。この当時やっぱネジなんだね。交換簡単や。トラックみたいにすぐできます。レンズポコッと取って変えるだけもんね。変えるだけです。ライト類はやってる？なんかライト類普通にもうハロゲン。ハロゲン？ハゲロン？ハゲロンです。ハゲロン、ハゲロン。ちょっとリトル開けて。カメラマン何笑ってんのこれ。うおかっこよすぎだろこれ。かわいいね。レンズ変えてるね。レンズがレイブリックのマルチリフレクタープラスチックで。あ、プラスチックなの？これプラスチックです。ガラスじゃないんだ。ガラスなんですけど。だよね。え、あのガラスじゃダメ？あれかっこよくない？かっこいいんですけど、なんかもう納車当時からこれで、ね、そうなんだ。いや、なんか LED 入れたくんだな。いや、LED やっぱりダメなの。邪道？僕はこっちの方。暗くない？暗いです。黄色でしょ、しかも、はい、ちょっとつけてみて。黄色いハゲロンじゃない？ハゲロン。あはははほんと巻き木です。どんな風になるの？夜巻き木になる？ほんと巻き木です。やばないこれ。もう即友達にバレますね。バレるよね、こんな。だって LED と違うもんね、やっぱり光り方が。ありがとうございます。オッケー。すごいね。ちょっと閉じてみて、ついでに。うおちょっとワンテンポ遅いです。結構勢いね。結構やじゃっていくね、はい。じゃあちょっとボンネットの中を。これがね、すごいのよ。ほら、見て、エンジン。なんこれ。これ4連スロットルパネルかっこいいし。4連スロットルの他に何かあったっけ？あとキャブ、キャブ、キャブとか。やっぱ普通にやると、あ、車車種でさ、4連スロットルって何かあった他に？4スロだと111とか統一やはり。ああ、そっちか、はい、最近の車なんかでもないよね、こんなのね。はい、あっ、これ見て、これカムプーリー。これさ、あのエンジンかけるときの回り方が好き。わかる？あのゆっくり回るじゃんね。ちょっと回してみて。これ回るときがね、メカメカしくてかっこいいのよ。かけます。はい。おお、ほら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 、かっこいい。いいね。ウォンウォンウォンとか言って。かっこいい、かっこいい。オッケーオッケー。ね、これさ、これさ、待って待って。アクセルさ、踏めない？ちょっと。見えるかな？ちょっと踏んでみて。吸気音やばっ。吸気音やばっ。すごいね。なんかネジの位置おかしくない？これこんなもん？こんなもんっす。こんなもん、はい、なんかそうそう、なんかね、綺麗なんだって、こういうのが全部。あっちのタンクもほら磨いたの？ちょっと磨きました。こんな綺麗に取れる？なんか劣化して黄色くならん？まあ、黄色くなったりとか黄ばんできますけど、ね、三層ラジエーターで、オイルクーラー。すごいね、すごいね、この車。これ色塗ってるね。塗ってあります。あのエンジンルームと同じ色に。あ、全部塗ってるんだ。 TRD のカバーついてる、はい、あれ？これってさ、こんなんだった？ではないです。じゃないよね、これ。プラグコードが一本一本こうやって刺さるんですけど。そうだよね。まあ、今風の車のみたいに。
これが社外品ってこと？社外品です。売ってるのこれが？これ海外のメーカーです。海外？海外です。何が変わるの？もう本当にこっから信号だけ取ってこいつで点火してる。あ、そういうこと？すごいねこれ。高そうだねこういうエンジンの部分って。他何変わってる？あとはもう本当にトヨタ系の人だったらこれ絶対見たことある、うん、アクアとかアイビッチ系のエンジンの点火のイグニッションコイルになるんです、はいはいはい、がついてんの？ついてます。すごいな。あと配線もっと純正だったらごちゃごちゃしてるんですけど、全然今ごちゃごちゃすっきりしてるもんね。すごい。全然ないです。これはやばいわ。ちょっとこっち見て。王道の王道の渡辺ホイール、うん、今こっちだけ納豆一本違いますけど愛嬌で訳ありで。訳ありなの？訳しかないよ。なんかかっこいいね。定番だけど。定番ですね。他に逆にさ何が合うのって感じで。もうこれ以外渡辺と多い人はワーク。あーワークか。なんか俺の八度食いこるもうなんかこのイメージ。あれ豆腐屋のせいかな。豆腐屋絶対そうだよね。もうこのホイールしか頭に出てこん。もう見てこのフェンダーほら。でも待って、これ素材 FRP？ FRP です。だよね。軽いね。じゃあ軽いです。すごいよこれ。見て後ろ、これもカーボンで、これがレビンのテール。レビンのテール。ここが違うの？そうなんです。ここが違うんですよ。どんなんだったっけレビンって。てかこんなギザギザあった？これはレビンだけです。あ、レビンだけなんだ。はい、トルノだともう真っ平。分かった、そういうこと。はい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 。で本物チタン。金かかっとるね。チタン見ていい？この車のすごいとこ、ここほらほら、すごいね。真っ平やん。工具積んでる。工具一応なかったの。なんかある？前はスターターが死んで押し掛けしてエンジン。マジで？もうこれ乗ったら降りたくなくなるシートだね。そうです、もう降りたくないです。この鍵、懐かしの当時の鍵ね。このスイッチさ面白くない？面白いです。あの今のさ新しいレクサスさ、これなんか戻してきてる感じしない？戻してますね。スイッチこの辺にいっぱいついてるもんね。なんだろう、これを再現してるのかな。どうですかね。時代は繰り返すじゃないけどさ、ちょっと近く待って。ウィンカーチャッチーですよ。チャッチーですよ本当に。見てこのレバー、何これ。面白いね。ハザード？ハザードです。なるほど。本書いてる？本は かわいいです。え、何この本。いいんだけど。え、すごいじゃん。このこれは作ったの？このこれはまあ汎用品で売ってるの？売ってるやつで、そのやっぱ出し割れがひどくて。あ、やっぱするの？もう割れちゃって。見てメーターなんか違うんだけど。何何これ、これ何？それが、スピードメーターとかオドメーターを出す。あ、そういうこと、はい、でこれがタコメーター。これ意外とあの純正のメーター結構好きなんだけど。あれ純正じゃもう物足りなくて。足りないの？物足りない。あと速度も足らんくない？そんなことない。何キロ出るのこれ。うーん、わかんないですね。そこまで出したことないんで。あそこ見て、あそこ3連メーターデフィ。ほらかっこいい。これさ機械式つけたいね。なんか雰囲気的に。もう機械式が高いので。高いやっぱ。あ、つくやんこれ。こ、あ、あ、すごいすごいすごい、かっこいいやん。かっこいいね。あ、ほんとだ、ここに出るんだ。はい、スピードメーターと電圧と。へえ、すごいやんこれ。これだったら車検通ります。通るのこれ？通ります、はい。あ、そっかそっか、全部出るもんね。全部出ますんで。え、チェックランプ系は出ないの？は純正のチェックランプを使ってるので。あ、じゃあいいのか、はい、すごいねこれ。高いんじゃないの、あれも買ったら。すごいね。嘘やん。そうです。はい、こんな感じでね、面白そうなのでシンプレーションしましょう。あ、出遅れた。早いですよ。5000円以上回したらもう飛んでいきますね。でもさ、俺ゲームセンターでさ、小学生とか中学生がさ、バーンパンパンってやっとるよ。やってますね。あれできる実際に。僕もあのやってますけど。え、待って、これさ今入ってるよ。クイックシフト。あ、クイックシフトこれ、はい、めちゃくちゃわかんないです。やばくないこれ。え、どこ。あ、すごいねこれ。なんていうの、本当に。何これ。
病気みたいなシフトなんだこれ。やばいっすね。やばいってこれ。これすごいね。え、で、なんだっけ、車重が970から80。970キロ、はい、で、馬力180馬力180ぐらいあればいい。クラッチが重いよ。ちょっとショップオリジナル。タンクラ普通？タンクラ普通です。あ、近くね、これ。近いですよ。あ、これやばいんだけど、シフトすごいね。すごいですよ。入ってる感じが全然ない。ないですね。吸気音すごい。吸気音しか聞こえない。ねえ。ああ。何この車、おじさん見といてほら。えらいの来たなって。もうこれは本当にもう見られますね。これ見られるよね。いやすごいし。え、速くない？まだ遅いですよ。ちょ、今ちょっとしか踏んでないよ。ええかよ、この車。え、なに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 、すごくない？これ何回転まで割る？9000まで。あ、嘘でしょ、はい、嘘でしょ、はい、ちゃんと温まれば9000まで余裕で。あ、そうなの。踏ん張ります。え、なんかすごいんですけど。ヘビーなしやな。でも8と6キロですよこれ。はい、やばい、これ鳥肌立ってきた。面白いね。違和感しかないんだけど、これ何、ちっちゃいんだね。ちっちゃい、本当にもうちょっとしか開かないんで。この車はいかん。これはいかん、軽いわ。軽いですよ、乗り、あの出だしが結構軽いんで、ね、軽じゃん、これ。最近の8速より速いね。余裕で速いです。余裕で速いです。かもれるね、これ。全然かもれます。すごいやん。 FR だよね。 FR です。あ、この振動、わわわわ、カムが変わってるんで、ね、振動が出ますね。もう楽しかったから。やばやれちゃってるもん。2、300で買っても、うん、そうそう、サビサビなんで。バカ高いのがね、綺麗だろうけど、はい、てかさ、ブレーキめっちゃ効くね。効きますよ。なんかじゃちっちゃいからさ、どうかなと思ったけど、パッドとローター変えて。何？パッドとローター変わってるんで。いや、パッド声が消えた。踏んだら死んでるやつ。ね、これでさ、ドリフトする人おらん？いますね。怖くない？これ。いや、全然怖くないと思います。やったことある？あります。なんかさ、クレーンって回りそうじゃない？まあ、ほんとクイックなんで回る。ねえ、コントロール難しそう。
ブイテックもびっくり音したね。イーンって感じで5000ぐらいが急にパコーンと回るんで、ね、このさ6000ぐらいの音がすごい、なんか暑いって言ってる意味分かったかも。暑いですね。ちょっと熱気が来るね、なんか、はい、どうしても暑いですね。しょうがないね、これ。ね、走り取るか快適取るか、どっちかですね。あー、これは面白すぎる。あかんって、こんなの乗っ取ったらどっか行っちゃうで、ね、どっか行っちゃう。段差でもどっか行くのが怖いですね。たださ、やっぱコントロール怖いね、やっぱ慣れんと。慣れないと思った、ね。足がでもさ、硬い割にさ、全然いいんだけど。全然乗りやすいです。なんでだろうね、これ。なんかビップカーとかってさ、硬いだけでさ、走行性能がもう著しく悪い車が多いの。なんかイメージ湧く。湧きますね。そう、全然そんなことない。これ絶対夜見たらヘッドライトこうなるやつや。なってますね。これすごい感動したレベル。すごいね。音数が鬼。なんかちょっと待ってすぐボンってなる。こんだけレスポンスすると逆にヒーラーのって難しくない？いや全然。本当に？普通ですね。組みすぎ？いやそんなでもないですよ。なんか俺レスポンス悪い車が乗ってるからさ、組みすぎるよね。合わせてくれる時に。あとデンスローの車。そうですね。不安定も遅れるじゃんね、やっぱり。そっちの方がすごいねこれ。なんでこんなレスポンスいいんだろう。トップが変わるとどうしてもやっぱ良くなるみたいな。純正だとどうなの。純正もちょっとはいいですね。なるほどね。なんかキャブじゃねえかってぐらいパンパン回るね。すげえわ。ドライブしたりするのこれで。はい、デートカーです。デートカー。デートカーです。これでデートすんの、はい、どこでも行ける。どこでも行けます。いいよ行こうとか行くのか、はい、いいよ栄とかちょっと旅行とか。スタバも行く。スタバも行きます。ソフォンっつって、はい、ドライブスルーの店員の声聞こえない。なんてっつって。なんでマックのドライブスルーどうすんの。もうエンジン切ります。いや月見バーガーどうとか聞こえないからね。これは聞こえんね、ちょっと、うん、すげえわ。音の迫力やっぱシビックとかだね。そうです、どうしてもシビックには勝てないです。 VTEC にはどうしても。なんだろうあの音、バーンっていうね、突発的な。これストレート、直感です。あー、直感でこれか。なんだろう、でもうるさいわね。でもすぐ泣いてチタンマフラーだからちょっと静かな感じ。そういう感じ、はい、音質がいいよね。割れてはないんで。めっちゃくない？めっちゃいいです。単車やんこれ。単車です、単車です。これバイクと間違えられんこの。よく言われますよ、ね、あバイク来たってたの。ポンとか言ってよく言われます。やっぱ何だなんだ、こういうのが車だね。そうですね、本当に運転しろよみたいな、ね、車が言ってる感じがあるんで。今のさ改造車いいんだけどさ、なんかねピンとこないのよ。かっこいいなと思うよ、車として乗るとさ。あー量産型ねみたいな。特にトヨタ車そうじゃない今の。多いですね。全部何売ってもさ、最近のトヨタ車乗った、なんか GR86 マニュアルみたいな。 どうだった86。まあ乗りやすいかな、誰乗っても乗りやすいかな。そうそうそう、誰が乗っても本当に運転できるよね。本当にこのスープやばいんだけど。やばいですよ。3が分からなくなる、ちょっと慣れた。なんか本当にさ、もうこのままいけるね。2から気抜いたらもうあれね、これ知らなかった。あれ3、5みたいな。2から3がだってさ、もうまあ真上できるもんね。何じゃこれ、いかんってこれ、危ねえって。あやばい、あいい汗かいた。あの健康道具じゃないですね。これ運動してるみたい。運動ですよ。モータースポーツだね。モータースポーツ
ありがとうございます。じゃあ表彰式やっていきましょう、はい、さあ表彰式です。自信はどう？はないと思います。何それ、どこでもいる86なんで。強いて言えばオーナーさんがもっとね、めっちゃもう大好きなんですって語ってくれたのにもっと良かったんだけどね。所詮もう86なんで。そんなこと言っちゃう。違う、あのね、もう走りはね、もう見たまんま、もうこれだよね。これこのまんまの走りします。で、俺この方の A86 結構何だか乗ってるんだけど、結構乗った中で一番良かった。セッティングと走り具合は結構完璧に近いね。だいぶ速いですね。速い方かな、速い方、他のやつより速かった。そう、同じ方のね、このトレノとかレビンとか乗ってる人いたんだけど、こんな速くなかったのと、もっと足がね、ラグい、なんだろう、のたのたって感じだったの。これなんかもたもたしてます。そうそう、これなんかどっちかってカートみたいな動きするのよ。で、結構いいなと思って、はい、感想はね、かなり良かったです。ということで、デラン愛車乗務認定ゆうきとの起点内車 A86 トレノ星5つとして認定いたします。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ってことは、もう一個トロフィーを贈呈したいと思います。おめでとうございます。いや、これは本当に正直に良かった。じゃあ86なら何でもいいわけじゃないので、この車なんだろう、セッティングしたのがいいのかな、ショップか分かんないけど、そう、これもっとね、楽しそうに喋ってくれたらね、気持ちよく持ってあげれたかなっていう。すいません。あの、この間のね、あの Z、ニスモ Z の子のお友達で、まあ、また出てもらったんですけど、あの子ぐらいね、もう好きなんですぐらいな感じ言ってくれたら、おーって圧倒されるよねって感じで。でもね、車、こういう車もっと皆さん好きになってほしいので、俺もあんま詳しくないんでね、勉強になった。じゃあ、なかなか触れる機会がないんだもん、もうこの時代になると、もう令和だよ。昭和ですね、これ。昭和の今あ、今令和だよ、これ何年式？80何年式？80昭和61年昭和61年式、はい、今令和だよ。令和です。もうだって平成飛び越えて令和だよ。令和です。はい、昭和の車とっても良かったです。あ、そうだよね、昭和の車だよね、これ。昭和の車です。旧車やん。旧車です。とんでもない旧車なんだ、本当にこれね。なんか違うよね、こういう旧車ってみんなもうバンバン走るよね。走ってます。でもさ、あの、ケンメリとかは走らんじゃん。走らないっすね。何あれ。大事や、値段が違う。でも値段がもう家買えます。箱須賀ケンメリだともう家ね、建て入り住宅買えそうな値段だもんね。はい、こんな感じ、本当に良かったので星5つとして認定します。ありがとうございます。はい、こんな感じでね、皆さんもスポーツカーとかね、俺はあんま詳しくないけど、あの、持ってきて勉強させてください。教えてほしい。次トレノ来るかもしれん。対応して。いないんじゃない、もうあんまり乗ってる人いるかな。身内だといるんですか。いる。誰かまた紹介して、面白い車いたら。わかりました。はい、こんな感じでね、今日はトレノね。はい、トレノ。レビンって言いそうになった。あ、違う、さっき何とトレノ、レビンが来るかもしれないという話。そうです。誰かレビンとかいたら、またあのハッチバックもいいよね。ハッチバック見てみたいので、やってる人いたら来てください。ということで、今日はこんな感じで終わります。では皆さん、さようなら。Hypnotized by the sounds I'm breathing.